ガイ・イーガル・アスリンは、イスラエル出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。イスラエルのナファリアで生まれ、ハポエルハイファ FC で7歳の時にサッカーキャリアをスタートさせた。2003年の夏、12歳で FC バルセロナ入団を目指して、アンドラへと移住、すぐに、株組織との契約を果たし家族と共に、バルセロナへと移り住む。言葉の壁はあったものの、 持ち前のサッカーセンスを武器に、チームへと溶け込み徐々に、上のカテゴリーへと進み、2007年8月に、FC、バルセロナ B に昇格した。ジョゼップ・グアルディオラ監督が就任した2007から08、シーズンは22試合で10得点を記録し、セグンダ・リビシオン B 昇格を果たした。翌シーズンは負傷の影響から目立った活躍をする、ことはできなかった。 2009年夏のプレシーズンは、クアルディオラ監督率いるトップチームに帯同し、10月28日に、コパデルレーのクルトラルレオネソ戦で、エリック・アビダルとの交代で、途中出場し、トップチームデビューを果たした。12月29日に、ビクトール・バスケス、ディアゴ・アルカンタラ、ジョナタン・ドス・サントスと共にトップチームに招集された。2009から10シーズンのリーグ戦を2位で終え、 昇格プレイオフを勝ち抜いて、西軍ダディビシオン昇格を決めた。2010年7月1日、バルセロナとの契約が、双方の合意の下更新しないことが発表された。クラブからは3年の契約延長をオファーされたが、B チーム所属としての契約であることや、当時 B チームの監督であったルイス・エンリケとうまく、言ってなかったことからオファーを断った。12月13日、 マンチェスターシティ FC と2年半契約を結んだ。リザーブチームやローン遺跡で1年半過ごした後に契約解除となる。2012年7月、前シーズンでセグンダに降格が決まっていたらしいん。サンタンデールと1年契約でサインした。監督は、計8年間バルセロナで GK コーチをしていたファンカルロス・ウンスエである。2013年7月、グラナダ CFA 遺跡。 しかし、最初のシーズンは、エルクレス CEF へ、ローン移籍した。2008年3月20日、イスラエル A 代表に初選出され、3月26日、行われたチリ代表との親善試合に出場した。その経歴や、同ポジションで共にドリブラーであることから、メッシ2世と言われている。実際には、同じドリブラーではあるが、ドリブルのスタイルは違う。 2009年7月16日にスペイン国籍を取得。また、株組織で同僚だったチアゴ・アルカンタラは、アスリンを別格の選手だったと語っている。ありがとうございます。